あ、動いた動いた動いた。皆様、こんにちは。食べてる。ちょっと育ててみよう、これ。撤去した蜂の巣で、孤児となった幼虫たちを餌付けしてみたら、大きな幼虫は繭を作り、小さな幼虫たちはよく食べよく育ちました。ドロドロの状態にしてあげた方がね。このまま人の手で幼虫がさなぎになるのかな。はたまたその前に浮かした成虫が世話役を引き継いでくれるようになるのかな。木干し足長の幼虫飼育でした。どっちにしろ面白そうなので、来る日も来る日も昆虫ゼリーを与え続けました。おはようございます。11日目の朝、いる。浮かしたよ、これ。おー、見えますか。女王蜂を探してるのかな。キョロキョロしながら巣の周りをうろうろしてるね。羽化しました。ここから生まれてきたんだね。眉がこれ破けてる。ここから出てきました。これは女王蜂がいる間にさなぎになったやつだね。うん。ただちょっと一つ問題があるんだよな。浮かしたこの子がさ、幼虫の世話をしてくれるのを期待してるんだけど、昨日ね、幼虫のとこにお刺身を詰め込んじゃったんだよ。くちゃくちゃによくね、潰してね、ネギトロみたいな感じにしてお刺身を入れたんだよな。そしてそれがちょっと固まっちゃってて、それをね、この子がついばみ出して餌を入れてくれればいいんだよな。こっちを見てるな。やっぱ警戒してるんだね。そうだね、タイミングが良くなくてね、刺身が詰まっちゃってるのがちょっと残念なんだけど、まあそれは仕方がない。このままバトンタッチする。うん。匂いとかで、もう幼虫がね、この中にいるとかそういうのは分かると思うから、あとはね、ハバチをね、取ってきて入れとこうと思います。一応、クンクンしてるもんね。妹たちのサナギの成長具合もね、まあ一応調べてるよね。うん。女王蜂がいないから、幼虫の世話をする手本がないけど、本能でなんとかするんじゃないかな。ってことで、このまま、ちょっとタイミングがね、残念なんだけど、このままバトンタッチします。あとね、まだまだ出てくると思うから、数が増えてくると思う。頼むぞ。